ワールドバランスは1980年に設立されたフィリピンのマニラ首都圏過労館に本社を置くスポーツメーカーである安価な靴ブランドとして最初に設立された。現在は親会社である CHG グローバルインクと提携している。ワールドバランスハイパートラックランニングシューズ初期のロゴ、2代目ロゴ、3番目のロゴ、 現在のロゴ2010年から2011年までのワールドバランスリフレッシュロゴと2012年に導入された現在のロゴが記載されている靴のボックス1980年同社はアーセニオちゃんとアルマーニちゃん新ちゃんの兄弟は現在の過労監視に設立した2006年その兄弟の息子であるバーナビーが CEO に就任した2018年親会社が 他のブランドやサービスに多様化したことによって事業体はワールドバロンスインターナショナルインクから CHG グローバルインクに名前が変更された。2020年ワールドバランスは新型コロナウイルスの影響によって一部の工場をマスクの製造に転換すると発表した。メインブランドのワールドバロンスのほか、イージサフト、イーストロック、フットシールド、 ナナソールズなどの他のスピンオフや、ローカルブランドも所有している。国際的なブランドとして、セッテ、シューハブ、ワンナップ、ウェブライフダイレクトセールズ、ベースロンドン、ポップコーンジェノラルストアなども展開している。ありがとうございます。